今は8月11日の5時36分朝です。はっきり言って眠いです。今日からアイドルロケ全国縦断のキャンペーンに行ってきます。初日は北海道、頑張ります。お化けみたいですけど緊張すぎたけどね。この間歌って間違えちゃったから頑張ります。
何人かの方がお出迎えに来てくださいまして、嬉しいです。頑張ります。今日はビートルマーキー近代映画の初心者の撮影を先にやります。カメラマンの清高さんです。しだれ柳。あれでしょ、ガジャネギ。あ、ここはヨカトピアの博覧会が見えて、すごい綺麗なの。福岡まで来てね、花火とか見れると思わなかった。最初の、8月11日金曜日、札幌総合のこのキャンペーンが
皮切りだったということで、はい、結構緊張したんですって。うん、やっぱりね。どうしてだろうね。でもね、こういう機会ってあるでしょ。でもえこういうあのファンの人と接する機会っていうのは多々あるでしょ。ないですよ。ないですか。キャンペーン以外は。あ、キャンペーン以外は、うん、あドラマばっかりだからスタッフ。あ、なるほどね、うん、たまにこう若い人と会えるのはいいですね。だってあ、なんか自分もリフレッシュされたいみたいな。なんかおじさまに囲まれて育ってるので。あ、いつもね、スタッフの人もちろんそうですね。うん、仙台って初めてだっけ。乗ったことないよね。3回目。3回目に来たらあまりあれだもんね、感動とかないしね。ここは何、私はただいま青葉城に来ています。伊達政宗公ですね。感じわかんないんだよ。渡辺謙さんの方がかっこいいですね。同じ謙さんでもずいぶん違う。おみくじ小吉です。勇気を持って邪魔者を噛み砕けばよい。だって仕事は全て強気でよし。だってわがままができる。だってしますように。
動いてるよ動いてる動いてるびっくりした今ガリガリってだったへえー、びっくりした今はいはいはいあ、ぬいぐるみだびっくりしたほらほら動いたのこれでちょっと目が実物大私の方が小さい顔があー映画の作戦に入るのがすごい不安になってきちゃったこんなの目の前しセリフなんか言えないのきしめんを食べたい名古屋ですから名古屋の店感想美味しい温かいものが美味しいかもしれないよ、うん、札幌、函館、福岡が2カ所でしょあと仙台と名古屋6カ所あったんですけどそうだねなんて言っていいか分かんないややっぱり、うん、全部終わってみないととりあえず今はずっとね、一生懸命頑張ってるっていう感じだからあんまり振り返ったりできないんででもすごい思ったよりなんか充実してて楽しかったです名古屋にお友達がいれば夜中こっそり遊びに行ったのに3分しかないよ3分だよ、あと3分ラジオあれ、会場どこだ会場どこだよずっと向こうずっと向こうだったよこっちだってこっちだ向こう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 呼んでるおはようございますおはよう今日のゲストは小高めぐみさんですこんにちはこんにちはめぐみさん前の方はファンクラブの方ですか、はい、なんかいつも応援してくださる東京の方です、ね、東京の方名古屋まで4人ともそうなんですか東京からずっとめぐみちゃんの後を追って嬉しいです、ね、お疲れさ嬉しいですよね、はい、こういうファンの方がいらっしゃるとあ横浜博でもこういう映画あったわあのなんか馬とか出てくるやつもうやっぱりアベックで来るべきですよねこれどこ行ってたのこれはグアムですグアムはいあいいな初めての給湯水着を素敵にショットうわいいですよ、ね、素敵にショットいやいやあんた自分のことやだやだあっえあっあっ違う10月にもう一回写真集出るんで新しいの見てくださいよなんかポコンってこうあの昔ね北海道ねマリモ羊羹っていうのが10月に出るのまた写真はい今度はまたサイパンでまた水着なんですけどまた撮ってきたもうバッチリああそう、もうだいぶ大人その場にはだけで焼けてないですね全然女優ですかあー偉いなみんな手叩かれちゃったこれですよあのカット繋がらないんだもんなんとかかんとかだよってえって振り見たら真っ黒になったよこれはちゃんと握りますそしてラブライスにはソフトにこっち入れよほんで洗いに行って今だがこれ溶いてる間にただいま2時ですラブ前ちょっと出しとけよ時間お疲れ様でしたただいま夜の2時45分ぐらい、うん、早く寝よう明日9時のあれでどこだ神戸行きますおやすみなさい「
ただいま。ただいま。2時20分です。明日は6時半にまたここなんで寝たいと思います。おやすみなさい。お願いします。今日は宿川学院からの中継、そして歌のお客様は小高恵美さん、それから山村圭介ディレクターのカナダソーラーカーレスリポートも最終回でございます。今日ファンの子が待ってて、月曜日から面白かったので山村さんの方が、はい、あれって驚きやすぎてる。さて今日の歌のお客様は小高めぐみちゃんでした。どうもありがとうございました。今日はですね、天崎の塚新、4時からそれから神戸学園都市、キャンパススクエアユニバードームで12時半からリポートスタート。今日はいい天気なんで頑張りたいと思います。夜お好み焼きを食べるのもすごく楽しみにしてます。今日も一日よろしくお願いします。
お好み焼きやマヨネーズがついてると美味しいよ。広島のお好み焼き。あ、落ちたレモンが。食べる。ちょっと。知らない人が召し上がる。おいしい。なんだかわかんない。美味しかった。広島のお好み焼きはすごい美味しいです。発祥ですよ。前にも来たんです。2回目。おはようございます。今日は岡山だ。行きます。行きます。車掌が販売をいたしております。お知らせください。車掌室は7号車と12号車であります。皆様にお願いをいたします さ、例えば告白されるときはどういう言葉がいいんですか？どういうのがいいんです？何でも嬉しいんじゃないですか？うん、すごいいい加減な人になっちゃったけど、こう写真なんかで見るとこう髪の毛だいぶ伸びてきてね、はい、あのシックな感じなんですが、今日ポニーテールなんですが、どっちの髪型が好きですか？こう普通にこうなんていうのかな、まとめてない感じ、ね、どっちも好きですけど、うん、ポニーテールのはどっちかというとね、やっぱ動きやすいが好きなんですけど、耳がね目立っちゃってね、うん、結構抵抗あるんですよ。でもね、あのポニーテールは耳が大きい方が可愛いんだよ。そうですか。昔の映画見てみなよ。50年とか60年ぐらい。どうもありがとうございました。どうもどうぞ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回ね、キャンペーン、全国キャンペーン3回目なんですけど、一番こうなんか自分自身ですごい納得できて、あの自分らしさが出てたからすごい良かったなと思ってます。最後の東京を頑張ります。おはようございます。おはようございます。
です。